オロチに似て非なるもの、世界に破滅をもたらす破壊神がついに復活した。太公望らは連合軍陣営に危機を伝えるべく急ぎ帰還する。一方連合軍には別の情報が飛び込んできていた。この異界にまた新たな英雄が降り立ったという。神との激戦に備えるため連合軍は英雄の勧誘を目論む。目的地ではすでにアレスとリョフの軍勢が激しく争っていた。劉備らは新たな英雄を救うため戦いへと身を投じるの。アレスとリョフはすでに到着していたか。一刻の猶予もない。急ぎ新たに現れた将来の救援に向かうのだ。リョフとアレスが戦っているようだ。あの者たちを退け、新たな英傑を救出するぞ。割り込んでくるとは今よし。また雑魚が現れたか。まとめて潰してやろう。敵も我らに気づいたようです。兄者、用心してまいりましょう。奴らの狙いは先ほど現れた人間どもだ。報徳、ついてくれ。我らが先に接触するぞ。承知してくれ。俺の腕、見せてやる。無道理。この俺、これで勝ったと思うなよ。え、父さん。いやいやいや、メザーリだ。本当にメザーリだ。息子、本当に息子かよ。嬉しいぜ。お前が助けに来てくれるなんてよ。メザーリだ。おお、よくやってくれた。メザーリだ。メザーリだ。助けられるなんて涙が出るぜ。けどよ、なんでお前たちも嫌がるんだ。事情は後ほど説明いたす。お主がいるということは曹操殿も来ているな。へえ、察しがいいじゃねえか。殿はこの先だ。一緒に助けてくれ。むしろ俺はオリンポスの神、人よりはるか上位の存在だ。死にたくなければ黙って従え。メザーリだ。断る。メザーリだ。私の道は己自身で見極めて決めたいのだな。メザーリだ。人間ごとき生意気な俺に逆らったこと後悔させてやろう。メザーリだ。サポート、無事であったようだな。感じ、貴様も俺を倒しに来たのか。いいな。だがこの状況、信じられぬのも無理はない。お見事。メザーリだ。見てるこっちも奮い立ちますね。これも総妃殿のため。メザーリだ。曹操殿に刃向けることだ。メザーリだ。許しられん。報徳、事情があるようだな。遠慮することはない。全力で決めない。独占あった時覚悟しろよ。目障りだ。遠慮はいらんぞ。目障りとしては勝負にならん。
おお、よくやってくれた。培ってきた武勇見せてやる。目障りだ。敵将一郎の力負けするなって。目障りだ。培ってきた武勇見せてやる。目障りだ。一郎の力負けするなって。俺が行くしかねえ。勝負だ。今日はもう勘弁してやる。お見事。見てるこっちも奮い立ちますね。駆け引きの妙見せてやろう。撤退するはない。お前の相手は私だ。やかかってこい。敵将が目障りだ。目障りだ。ところで負けちまうとは。苦しめてやろう。目障りだ。どんざまな。そなたの働き軍中随一を。敵将見つけたぞ。調子づきよって。さあ来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。こんな見事に負けちまうとはな。おお、よくやってくれた。目障りだ。目障りだ。なんという武勇。はっはっやや
群中随一を。メゾーリ。さらば。メゾーリ。遊戯殿、今のあなた方はどうやら敵ではないようですね。事情は後で説明しよう。ここは一旦私を信じ、共に戦ってくれ。玉殿、なんと、なんとあの曹操が現れたとか。ご注意くだされ。曹操、ふっ、あんな雑魚などどうでもいい。メゾーリだ。曹操殿、助けに参ったぞ。劉備か、まさかお主が来ようとはな。邪魔が入った。鬱陶しい、まとめて倒してやる。はい、打ち取ったわ。任せときな。曹操殿、説明は後ほど。ここをどきな。ここは玉に襲われる前に撤退すべきか。やっと、お主も奴の性格は知っておる。逃げたとてどこまでも追ってくるぞ。わしには精鋭がある。お主には関羽がある。相手が呂布軍だろうと、この顔ぶれなら破れよう。では敵をおびき出して括弧撃破しましょう。その後じれた呂布が出てきたところを包囲します。貴様、わしと劉備が敵人であろうな。この落とし前は必ずつけさせてやる。その時に泣いて浴びても遅いぞ。加工と加工員は敵を足止めすると見せかけよう。機を見て実路から合流し、呂布の包囲に加われ。曹操の感知、敵に回せばどうなるか。決して決して逃がしてはなりませぬぞ。ダッキーちゃん、うちらも出てええの？隠れてアイスを攻めるじゃん。ゆだいいのよ、ひみこ。アレスなんかより人をいたぶる方が楽しそう。あの女ども、あの手か。奴らを放っておけば猛毒の策に支障が出よう。メゾーリ、加工と拙者も参ろう。お前らは手にしろ。攻めましょう。いいよ。いいだろう。おやさい、打ち取ったわ。片付いたか。指示通り、猛毒とは別の道から進むぞ。新たな命令だ。あの人間どもを狙う。うえい、進むぞ。よっしゃ、牛のお化けどもは俺に任せとけ。いやいやいや、いくら父さんでも一人じゃきついだろ。俺も一緒に行くよ。やっ、ほんと父親思いのいい息子だぜ。こう、お前の戦並大抵ではないな。お寝言噛み砕いてくれよ。そうそう、竜放っておくのは危険だ。メゾーリ、今のうちに打たせてもらう。たった二人を斬れば戦は終わる。そういうことさ。ここは私が足止めしましょう。殿、先にお逃げください。どうだ、見たか。ま、俺たち親子が力を合わせりゃ当然よ。物分かりの良さそうな御仁だ。降伏してくれると助かるんだがね。
それはできかねます。殿には生きて乱世を治めていただかねば。お若いのに立派だ。ヌゾール、オタクみたいな人物は切りたくない。おう、これは見えず、その分さすがというのかないのは。神宮、いつまで待たせる気だ。早く戦わせろ。ヌゾールだ。もう少しお待ちを。曹操のあの動き、間違いなく何か企んでおります。なら企みごとやつを蹴散らしてくれる。ああ、よく殿、お待ちください。純一の目論み通り、よふよ、相変わらず暴れるしか能がないようだな。ふん、その減らず口、二度と叩けなくしてやる。それはこちらのセリフだ。行くぞ、ギャを包囲する。やはり罠でしたか。そうそう、それに劉備、自らを餌にするとは。こんな血まねを、お任せを、辛い打ちにしてやる。うん、任せときな。呂布、ワクワクするね。ここで終わるのは貴様だ。覚悟しろ呂布、お前にはここで倒れてもらう。そうそう、劉備、いい気になるなよ。やられました。策を見破ってさえいれば。ふん、少しは手応えが出てきたな。その調子で次も俺を楽しませろ。曹操殿のおかげで呂布を退けることができた。協力感謝する。いや、救われたのは我らの方よ。さて劉備よ、何が起こっているか話してもらおう。なるほど、真意は見えぬが、士官はあのアレスとかいう神についているのだな。ああ、事情知った今、息子のもとへ行くというのならば止めはせぬが。その必要はない。今のところわしがアレスに着く理由はないからな。士官には何か考えがあるのやもしれぬが、それを見極めるためにもしばらくこちらで世話になるぞ。へえ、よかった。俺の方はこれから息子と敵同士になるのかってヒヤヒヤしちまいましたよ。そうなっても手なんか抜かないくせに、よく言うぜ。さすが、父のことはよくわかっているようだな。これから乗り越えるべき困難は多そうですが、助けていただいたご恩を返すためにも微力ながら尽くさせていただきます。それは心強い、どうかよろしく頼む。乱世の先を築くのはこの覚悟現状の武、覚悟明斎様の出番だな。純文尺、これで大丈夫ね。かすかに残された気をたどり、ようやくゼウス様の居場所を突き止めることができました。ですが、幾重にも結界が張られている様子。しかもそこへ行くには曹丕の本拠を越えねばなりません。彼のことです。簡単に通してはくれないでしょうね。曹丕は抜け目ない男で、配下も盛況だ。なんとか別方向から進みたいが。いいな、
正面から堂々奴の領土を越えていけばよかろう。ん？宗妃さんって父親の言うことなら素直に聞いて通してくれるの？そういう感じの人には見えなかったけど。無論激しい戦いになるであろうな。だが放置しゼウスの元へ行ったとてどうなる。手を組んでいる宗妃も現れ、まとめて相手をする羽目になるか。ならば先に接触して少しでも戦力を削っておくべきであろう。何かしら情報が得られる可能性もあるだろうしな。お前がそこまで言うのであれば分かった。俺と半兵衛殿で策を立ててみよう。宗妃相手にどこまで通用するか分からんが。ふん、我が子をそこまで飼われるとこそばゆいものだな。すまぬが任せたぞ。純行くよ。新たな英傑が姿を現したそうだ。どうやら神の軍勢に囲まれているらしい。英傑は二人、一人は白髪の大柄な男、もう一人は物腰の柔らかい色男との報告があった。物腰の柔らかい色男ですか。お主の采配で二人を仲間にしてみせよ。何か欲しいものがあれば言うがいい。では美女と酒、そして命令に忠実な方を数名ご用意していただければと。ふん、何やら思うところがあるようだな。任せたぞ純一。戦場を混沌で染めら、みんなと修行するのってすごく楽しいわね。私の弓の腕もたっぷり見せることができたし。この過去を現状こ、これでいいだろう。うん、わしこそがし、うん、頂上よな。どうよ、この過去を妙才す、よっしゃ、さすがだぜ。私が芯うまく運んだようですね。火の神の末裔宿友、芯の三国無双の名もらったよ。上出来だな。